どうぞ。全国の良い子の皆さん、こんにちは。こんにちは。世界で一番面白い人生ガイド、元井武雄の YouTube 動画でございます。ということで、今日は暗い、顔が真っ黒や。真っ黒、うん、せっかくのね、色男。暗い暗い。後からちょっと編集しますね。あ、いや、明るい明るい、ちょうどいいちょうどいい、これでいい、うん、これでいい。はい、行きましょう。こんにちは。こんにちは。世界で一番面白い人生ガイド、元井武雄の YouTube 動画、これから始めたいと思います。ということで、今日ちょっとドライブをしながらですね、まあ奄美大島こんなところですよということで行きたいと思います。今日は天気がいいですよね。いやいや、まあ、これがですね、太平洋側の海でございます。綺麗、はい、夏みたい。夏みたいですね。まあ、大体1月なんですけれども、令和4年1月20日木曜日でございますが、1月2月がですね、このようにですね、真夏じゃないかと思わせる、勘違いしたくなるような、真っ青な海をご覧いただきたい。機械島が見える。はい、機械島が見えるそうです。まあ、入ってなかったらしょうがないと思います。はい、まあ、ということで、原ハブ屋さんを通り過ぎまして、まあ、今のところと空港にちょっと、新聞を買いに行こうかなというふうには思っています。だいぶ慣れてきたようでございまして、パンがうまくなってきました。はい、ここがあのティダムーンでございます。一光さんとか吉永小百合さんも泊まったホテルでございます。通り過ぎちゃいました。もう毎度毎度同じですよね、やっぱりね。観光ガイド業としてはね、やっぱり女優さんたちを宣伝しなければいけないという、宿命というのがございましてね。さて、父浜という集落でございます。あ、車静かですよね。静か静か、ね、思い出したようになんかディレクターに家家って言われてるような感じでございますが、はい、本当にですね、車が静かになりまして、クーリングファンがですね、回らなくなりました。故障ではなくてですね、やっぱ波動がやっと効き始めたのではないかというふうに思います。クーリングファンというのは、この車独特のもので、簡単に言うとエンジンのすぐそばに扇風機がついているわけです。エンジンがやっぱり熱を持ちますので、それを常にですね、冷却をしてですね、まあ、人間でいうとカッと短気にならないようにですね、湯沸かし器みたいに、熱くならないようにということで、ファンをつけてあるんですが、これがですね、走行中も回りますし、それからエンジンを切っても回るわけなんですね。それがやはりうるさいということで、この車をやめて、他社の同じ方に、買い替えているユーザーもいらっしゃいますが、私が販売している、波動製品の中にカーボンプラズマ転写液というのがあるんですけれども、それを車体に塗ったり、これですね、カメラマンさん撮れますか、これ、はい、波動を入れたアルミテープでございます。これを車体にですね、貼り付けることによって、空力の問題であるとか、それからカーボンプラズマ転写液を塗ることによってですね、車が非常にですね、乗り心地が良くなったり、このアスファルト道路を走っていますが、やはり飛行機どこ、飛行機どこどこどこ、ほらほら、
来た、ATR、でした。型番忘れました。速でないプロペラ機です。適当。はい、適当な、適当です ですね、まあ、飛行機大好きなんですけどね。でも適当すぎて、面白い、面白い。、それでこのアスファルトもですね、綺麗に舗装されているわけじゃありませんので、多少やっぱり凹凸があるんですが、カーボンプラズマ転写液を塗らない時、塗らなかったらですね、やっぱりガタンガタンとやっぱり言うんですね。ところが、カーボンプラズマ転写液を塗ってから、おととしの9月に塗りましたので、まあ、1年4ヶ月5ヶ月ぐらいになろうとしていますけれども、車体がですね、この波動を覚えた関係でクッションも良くなってきました。ハンドルも軽くなってきました。まあ、そういうことで皆さんの車、全て新車ではないと思いますけれども、私のように、これは平成15年の初期登録のスバルサンバ TB1 型なんですけれども、今年で多分19年20年になりますけれども、これが中古車かと、20年も走ってる車かと思うほどですね、これびっくりすると思います。まあ、以前の動画でもお話ししましたが、バスとかダンプカーとすれ違ってもですね、横揺れをしないと、相手の車種によってはトンネルの中でもですね、ほとんど横揺れをしないという車に、変化してきました。ということで、だんだんですね、車が、良くなってきたわけなんです。横揺れしないであるとか、乗り心地が良くなったであるとか、この動画では何回もお話ししていますが、このようにこれですね、サンゴの石とジュラ紀の石に波動を入れています。カーボンプラズマ転写液も波動を入れてるわけなんですけれども、この波動を入れたことによってですね、車が激変したわけでございます。でもさっきのおかしいよね、飛行機。なんで？なんであそこ飛んでたの？いや、着陸。あんなとこ、あんなとこって言うの？はい、全然おかしくありません。はい、飛行機を操縦したことがある人が話をしております。多分ですが、世界で唯一飛行機を操縦した無免許の私が、ローライセンスの私が観光ガイドをやっているというわけでございます。実は今日は奄美空港に、先ほど申しましたように、新聞を買いに来ました。はい、日本経済新聞なんですけれども、やはり、日本の経済あるいは世界の経済を毎日心配をしている、元井武雄がですね、これから、奄美空港売店に行って買ってくるんですが、買いに行くんですが、奄美空港売っているか売っていないか、これがですねちょっとはっきりしない。まあ、なかったらなかったでしょうがないんじゃないかというふうには思いますけれども、はい、奄美空港です。はい、奄美空港です。ということで、美人カメラマンが手が痛い手が痛いと言っておりますので、終わりにしたいと思います。ということで、はい、本日も世界で一番面白い人生ガイド、性格的には明るいんですけれども、カメラ的には真っ暗な、世界で一番面白い、観光ガイド、人生ガイド、世界で一番面白い人生ガイド、元井武雄の YouTube 動画でございました。ごきげんよう、さようなら。ありがとうございました。やっと明るくなった。はい、止めるの？はい、止めてください。